ガーリック、おはよう、いつもありがとう。そうよ。あれは大阪で言うとこのモダン焼きだから。だから麺抜いてくれって言えばいいんだ。できる。うん。麺抜いてって。あ、いる？あの広島とかあっちの方面のや、あ、岡山、あ、山口系のあっちの方の人、広島も含めて麺抜きってできるよ。うん。あと麺も太麺と細麺選べるとこもあるしな。うん。だから広島の人って焼きそばそんなに食わないんだよ。だってもうお好み焼き食ったらもうそこにそば入ってっから。うん。でも麺抜きする人は焼きそば別注で頼むんだよ。うん。言ってる意味あかんでしょ。焼きは焼きで食って、あの麺は焼きそばで食っちゃいたいっていう。うん。まあ全部の店がそれをやってるかどうか分かんねえけど、ああそうそう、岡山はもうあれだろ、かきおこだろ。俺も行ったよ、ガーリック日なせまで。駅前のババアがやってる日なせのかきおこ。あ、牛すじも入るよ。だけどかきおこが有名じゃんかよ、あそこは。だってそんなこと言ったらガーリック、大阪だって牛すじのお好み焼きはあるで。うん。別段岡山は牛すじ牛すじっていうわけでもないし。うん。まあ岡山って言ったらかきおこだよな、お好み焼きで言ったら。じゃあね、日なせって日本の日に生きるって書いて日なせって読むんだけど、ああ、うん、そう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 。だからかきおこはどっちかっつったら有名じゃね。うん。お、言ったで、あのくっそめローカル電車に乗ってよ。ああ。駅から歩いて2、3分のとこにあるよな。ババアやってるところな。めっちゃ混んでんだね。フェリー乗り場の向かい側な。ちゃんと言ってますよ、ガーリック。おじさんも。行かず。行かずに語るのはな、申し訳ねえから。備前なんか柿横の激戦区やもんね。ああ、すいません、ガーリック、俺備前焼きの窯元に予約を取って備前焼きの体験をしに行ったこともあります。はい。あと美観地区とかあの辺とか、小島のジーンズの工房とかも見て歩きました。やることやってんだわ、一応な。あと、もっと言えば、岡山で言えば、津山まで行って、稲葉さんの稲葉化粧品まで行きました。はい。ああ。すごいだろ、意外と行ってんだよ、俺。ちょろ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 よ。だ、津山の稲葉化粧品に行きたかったのは、ケロちゃんがさ、あの稲葉さんの大ファンでさ、で稲葉グッズがあそこちょっと売ってるから、だ、買って帰ってやろうかなと思って。うん。
おじさんは外に出てバレないんですか？あ、南のこの辺たまに声かけられるよ。っていうか俺が飲み行くんせは、あうなちゃんお久しぶりとか言われる。うん、もうなんか佐野さんじゃないから、うん、うなちゃんだ。最近配信やってんのって、毎日やってるよって、ケロちゃんと言ったわけじゃない。ケロは東京だから、俺は大阪だったからで旅行であちこち回ってて、帰りがけに、帰りしなに、あ、津山ちょっと寄りてえなと思って、まあ俺車の運転だから、ちょっとよって行きてえとこあっからって言って、まあその時横にいたのは多分だよ、酔っ払い配信やってんだろ、うん、その方の車を俺が運転して、うん、まあその方と一緒に暮らしてたからね、当時ね。ただ俺は東京にはケロっていう女がいたから、ちょっとよって生きてとかあっからよ、いいだろう、うん、まあまあ何人か女いたから、俺は当時の俺はね、こんなブサイクでもさ、今はもう女子部はいないよ、わかんねえけど、ああ、うなちゃん好きとか言ってくる人はもうほぼいないですけどね、うん、残念無念、年を取るっていうのはこういうことかなって。これ10年前だったらまだないいんだけどな、配信者はモテるんだろうな、若いのは、30代40代は。そうだぜ、リスナーはそこを見えないわけじゃん。で、配信者もそこは出さないわけじゃん。俺の場合全部言っちゃうから、ああ、どうせ隠したってバレんだから。福岡の屋台来た時、天神声かけれや。福岡は俺はね、シーホークの、スイートに泊まった。うん。ドームの横にあるだろ。うん。あといろいろ福岡も、まあ博多ばっかりだったけどな、それこそ柳橋連合市場朝腹減って食いに行ったりとかな、うん、海岸沿いのな そうそう、だからいろんなとこは行ってるっちゃ行ってんだけど、うん、まあでももう最近は、うん、自分がほら免許なくなっちゃったじゃん、だから車も乗らなくなったし、まあどっちにしろ酒飲んでるからまあちょうどいいかなみたいな、免許取んなくてもいいかなって、うん、持ってりゃな乗りたくなるだ、特に俺車大好きおじさんだから、
自分でエンジン分解したりとか、そんなこともやってたぐらいだからさ。だから車トークになるとアンチ全滅、もうああもう車の話になったら、ああアンチ消えるよ、誰一人来ねえ。ああわざとやつらがググっても出てこねえような話しちゃうから、意地悪だろ。だから結局にわかなんだよ、ゲームだけやっとけな。うん、いやニコ生の時でも俺のマニアックな話になったらみんな静かになるよ。静かっていうか、うん、ぶちまるくん像の、ああこれ、うん、まあまあ一応なサイズ感がいいから買ったんだけどね。なんとなくいるなっていう、あ、いなくなってもいるなみたいな。うん、いつもあそこから俺を見つめてるっていう。うん、うん、悪くはない。まあニコ生の時はわさったな。俺の本意ではないんだけど、あのアリーナと、うん、立ち見の、サーバーの負荷の問題なのかわかんないけど、もう怒られるからさ。だから俺4窓かニコ生で配信するときは常にアリーナと ABC までは開けてたな。押すとよ、 C あたりでよ、 D が吠えてるぞとか言って、もう D まで出てんのかよって、もうだ、もう画面領域超えるぞこれって。で今度アリーナはよ、そんなのな、出遅れてるやつほっとけやとか始まるわけよ。トロくせえなとか、無課金者は黙って静かにしてろとか、そう、あほら有料会員だと優先的にアリーナ入れるから、うん、でも有料でも弾かれるって言われてたからな当時はね。俺金払ってニコ生やってんのに、おいアリーナ行けねえんだけどみたいな。それが A とか B とかにもいたよな。え、そんないいんだと思って。いやいや、でもいいよいいよ。俺、コメントビューアーで、窓は開けてるから全部見てるからって。だから当時から俺、大画面の、画面に出力して、見てたの。マックス何千人見てました？だろう、ロエン。プレミアム会員でも、アリーナ入れねえだろ？うん。だからそれを言われてんで、何のために金払ってんのかな、みたいな。だから俺はビューアー入れて、A も B も C ぐらいまでは俺読むよって言ってた。うん。マックスだから俺の場合はアリーナ ABC
まあ、最悪、うん、D まで出てて、それ以外にミラーが3本ぐらいは立ってたよな、ロエンな。良い子も多分ミラー3つぐらい立ってたか、かもしんねえな。ああ。うん。だから、ミラーに流れる人間と、本体の、あの、ABC のどっかにかじって入る人間と、いたけど、俺はとりあえずミラーの方は、もうミラーまではもう俺無理だからって言ってたけど、だからトータルで何人見てたのかわかんねえ。そんな時代もありましたよ、うなちゃんマンが。うん。そっか、ロエンもその時代を知ってたか。良い子も。当時、通知と同時に自動で馬骨が入るようにしてましたが、結構外してました。店長もいたんだ。ありがとうございます。俺はさ、とりあえず基本的な考え方としては、横山みどりの暗黒には絶対に裏打ちはしないって決めてた。うん。まあ今でもみどりとは仲は悪くなったことはあいつとは一度もないかな。今の佐野は、まあ、こうなっちゃったんだよ。何が原因かな、ジャッキー。分析してくれよ。どうも。俺は別に、数字を増やしたいのは、もう、一度は増えたんだから、もう、あのわさりは、もう俺いらないのよ。だから、うなちゃんマンっていうアカウントっていうか、名前ではやってないわけじゃん。佐野ちゃんマンでいいや。よいしょ？どう思う？ジャッキー。俺は聞いたけど。分析を。まあ分析したくもねえやって言われりゃ、まあじゃあこうなってんだよっていう話よ。おすすめも乗らないだろう俺。とりあえず俺の通知を取ってくれてる人だけが来てくれる。佐野が枠を開けたら俺は見に行きたいから通知は取ると。そういう人がいてくれりゃもうそれでいいんだよ。いつだって今余裕じゃん別に。なんか俺困ってる？いや昔の方が余裕じゃなかったんだよ。逆に言えばジャキを。昔は佐野はこうじゃなきゃダメだっていうリスナーが多かった。俺がちょっと手抜きすると、だいぶ言われたよ、リスナーに。ちゃんまそうじゃねえだろ。それは言われたな。いやいや、俺別にみんな考えてるんだけどな、みたいな。だからエッチな過激なのがうなちゃんですねって。でもね、俺にぶつける相手がもう今みんないないだろう。だってそういうやつだって全員バンになるから。やからっぽいのはみんな消えてったろ。今いる？誰いる？いねえだろな。だから誰も当て込んでこねえんだよ。
なんかこんな入れ墨こんなさらして、おらおらなんていうのいる？いねえだろ。なんだこんな野郎って思うよ。そういうのがいたら、半畜野郎がよ。よじれてんのがいたら、ああ、そいつが何言ってんのってなるよ。未だに、俺は。多分な、エッチな。なんか俺に文句あんのかよって。おめえのことなんか知らねえよ、この野郎。オペちゃん？オペちゃんは普通に放送やってるよ。キューピーさんもともと配信者、長く続けるつもりもないし、あの人は本業だから。うん。だろ？誰だこの野郎って。でも別に俺は誰にも文句ないんだよ。俺に文句がない人に俺から文句はつけてないんだよ。だってエッチだってそんだけ俺の放送見てたら、俺から絡んでったのは唯一ユイガだけ。カラスいらっしゃい。そうだろ？だってよ、ユイガの前はよ、組織名出して元組長で入ってきたから、そうだろ、あれはダメだっつうのなあ。ダメだっつうのお前。おう、あれはだってなあ、あわあわしちゃったから、もう言った。うん。セルシオっていうかさ、まあいいんだけどさ、そんなのはさ。だって免許ねえんだから、原ちゃんは。免許ねえのに、どこでお前セルシオ乗ってんだよっていうか、もう今時、懲役ボケしてんのか知らねえけど、今レクサスですけど、みたいな。ああ。絡んだらお前、でも絡むと、俺が絡むと全部めくっちゃうじゃん。もう家襲撃されたっつって、お前なんでお前表から襲撃されてんのに庭にガラスが散乱してんだよって、自分が家の中からガラス窓割ったんだろっていう話じゃん。もうお前よ、外からよやられたんだったら家の中にガラス散乱するよなって。そうだろ？もうこれもうゆいがのアンチでさえももうちゃんまもう分かってんだみんな、もう詰めんのやめてあげてって言われたよ。分かった、もう言わねえ。無遊病、いやまあ無遊病かどうかは知らねえけど、うん、あでも結賀は札はかかってないけど、あの洗車係としてちょこっとだけそういう事務所系のとこにいたことは事実な。それはもうチェックしてるから。うん、おまんこの歌はすごかったね。そうかな、名刺見せびらかしてたな。うん、うん、だからどうしても俺はそういう世界にいたんだって言いたかったんだけど無理だったね。だってさ、最後さ、自分便所掃除得意ですからって俺に言ったんだね。放送中に。放送っていうかリアルであって。おい、そんなのよ、どっかの不良かじったやつがよ、俺ごときによ、自分便所掃除得意ですから。別
におめえが便所掃除する必要ねえしって思ってだべ。別に俺ゆいがパシリにしようとは思ってねえんだよ。うん、キッチャムお茶店ありがとう。サンさんもそういう人の名刺持ってそう。ないない、あのね、カラスそういう世界の人間は名刺は切らない。うん、それはギリ場で切ることはあるかもしれないけど個人には切らない。切った時点でアウトだから。ジャケットのサイズもあったから、あれは俺が教えたのにな、おめえはってジャケットっていうかスーツだろ、はい、ディープラの事務所で行ってたと。あ、便所掃除やりますとか俺に言うから、いや別におめえがやる必要ねえだろうがよ。いやいや、あいつリアルで会うとすげえペコペコだから。だからさ、店長さ、諭吉がさ、こないだ放送中に佐野なんてよ、南の町歩けなくしてやることなんて簡単なんだよって吠えてたで。どういうことこれ、あいつ舐めてんの俺のことなあ。びっくりした。俺南の町中歩けなくなるんだあいつのせいで。じゃあ普通に歩いてやろうかなみたいな。なんか勘違いしてんのかな、あのタコスケなあ。いや笑ったよ、佐野なんてよ、南歩けねえようにすることできんだよとか言って吠えてた。じゃあタクシーで、歩かないでタクシーでみたいな、もうそんな感じ。うん、すいませんね。何を、なんか佐野に何かやつされたのみたいな。何もされてないでしょみたいな。うん、アホなのかなこの子は。若いっていいねって。でもあの子も40だからね、もうそろそろ勉強した方がいいよ。うん、ちょろっと小銭持つと店長な、まあカラスもそうだけど、ちょこっと小銭持つとなんかトークが勘違いになるんだろうな。俺のこと、ああ佐野、あいつはあと2年持たねえよな。いや俺が持つか持たないかはあなたには関係ないんで。うん、何を、えっていうことはあいつあと2年持たねえよっていうってことは俺とここのレベルで同等で来てる勘違いなの、ふわっちで26人が。やめてよ、歴史作ってねえじゃんお前なあ。一回ぐらいよ、弾けて歴史作ってくださいよ。名前なんかどっこも売れてねえんだ、頼むだよ。そういうのはよ、やってっから言ってくれよ。能書きは香川の小判の目やってるうちはてめえなんかどっこも誰でも、ああ香川さんのって言われるんだ、枕がつくんだよ、香川さんのって。そうだろ、坊ちゃんに切れると。だから坊に切れることで俺に切れるわけにはいかねえからだよ。でもな、俺言っとくけどな、坊は俺の女だから、てめえよふざけたこと言ってんじゃねえぞ。うん、
緩いとこだけ叩くの？棒はそんなことでは切れない。え？あの人そんなこと言ってんの？手だよ。ネタないのかなって笑ってたよ。ねえんじゃねえの、おめえのこと言うぐらいだからって。いいんじゃないって。余裕だよ。うん。ほっとりゃいいやん。へえって。え、だって私、あの人の放送、え、いつやってんたのって言うから、あ、なんかワッチでやってるからって、お前あんまり見ねえんだろって言ったら、うんって。ハゲの放送しか見ないからとか言って、おの野郎とか言って。お前俺のことハゲの放送とか言うんじゃねえよ。ふふふとか鼻で笑ってて。ぶっ飛ばすぞって言った。あれ面白いんだよ。ともくんって呼んで。いや、勘弁してください、もうほんと。うん。それは、放送中は勘弁してください、もう。それはプライベートでは、うん、そういうのはさ、カラスよ。それは別口だからね。俺と二人きりでいるときは。だいたいよ、40代と50代が昼間の南を手つないで、なあ、どこ行く？なあ、って、どこでもいいよ、とか言いながら歩いてんの気持ち悪いだろ？なあ。気持ち悪いだろ？なあ、いや、ありです。そっか、お前何飲むって、俺二階堂の水あり、お前何飲むって、真っ昼間からな、トマチュー、トマチュー、トマトチューハイ、おおおおおおな感じ。なんでやねんサングラスは買って、違う、買ってもらったっていうよりは、ああって、あいつこそ、これ、だって1000円ぐらいだから、もう坊ちゃんからしたら、おもろいやん、みたいな。いや、これ俺、どこにかけていくの？まあ、もうかけてってもいいけど、って。おみたいな。うん。そうだよ、買い物。だから、昨日の昼間は、南でいろんなとこなんか買い物祭りって、買い物祭りじゃねえけど、ここ見に行こうとかあっち見に行こうとか、あれってどこにあったっけ前に見たのとか言うから、わあれはあそこだよとか、うん、だから今日カラスは某の放送見てたのかわかんないけど、やったらいろんなもん買ってたろ、もう買うなっていうの。どうせそんなの無駄なんだからって。いいの？いいの？ご休憩は？あ、マウンテンの話？うん、そう、もちろんするよ。うん。今日、養分の誕生祭盛り上がってたね。人望あるんだな。もう、養分は今日が誕生日なの？俺知らねえから。うん。パルパルとか、あと誰だっけ？うん。
年一のパーティーだからな。みんな、だから、きまみっこちゃん、みんなな、持ちつ持たれつやってんだよ。だから、今度はパルパルの誕生祭とか、あと、なんとか、ゼロワン、青白とゼロワンが抱き合ってた。まあ、そんなのはどうでもいいんだよ。だから、今度は、俺も、そっちのイベントには、俺も行くよって。だから、やり合ってるわけじゃん。で、俺みたいに、そういうのを一切やらないから、俺にはそういうお声掛けは来ないよ。勝手にやればいいじゃん。知ったこっちゃねえ。うん。青白は、要するに、カチ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 の増える数字を求めてるだけで、どこ行ったっていいわけ。うん。おう、ラビー、お茶店ありがとう。うん。もう、とにかく、ランキングに入ることだけしか、脳にないの。自分のリスナーと向き合うことはしてない。誕生祭やらんのか？やらない。うん。それは、リスナーの、自由に任せてる。だから、茶爆なんて、そんなに飛んでねえよ。青白はタヌキだもんね。まあ、結局タヌキをカットして自分の本当のリスナーと、うん、やる気はない。うん、だからクズ配信者だと思う。俺は認定してるから。なべー、おい、うん、そう思ってるよ。うん。一回うまみを知っちまったやつはこうなるんだなって。うん。でもあいつも38だろ。あと 2,3 年でお役御免になるよ。今のうちに稼いときゃいいよ。だろ？男はそこは強えな。色で売ってねえから。どうだろ？やっぱよ。女大変だ。一生懸命、化粧品買ったり、服買ったり、色売ったり。なあ。頑張れや。うん。なあ。だから、へいへいと、な、男女の関係になって、減らって、しばらく放送やめてたろ？この女って、くどいたら、結構、ちょろいんだなって、みんなに思われちゃってるから。ほんだろ？なあ。もうレッテル貼られてるから。おうよ、鍋、お茶店ありがとう。うなちゃんって俺に LINE 来たよ。いろんなことがあって、いろんなことなんて別にただ男に食われて捨てられただけだろっていう話。ああ、俺は、うん。俺にもちょっかいかけてきたけど、うなちゃんち行っていいとか。ああ、家には入れないよ。当たり前じゃんよ。青白なら簡単に落とせるって言ってたら、そうだよ。ゼロワンだったら。いけんじゃねえの。やっちまえ。やって捨ててやれ。また3日ぐらい。へこんで、うん。あんな女一発やって捨てちまえだよな。うん。俺はそこまではやる気もないし、声かけられてもな。
だって配信しないで行ったら入れてくれんのとか、はあ、何言ってんのこいつって。うん、俺デブ嫌いだから。うん、そうよ、俺にも声かけて、俺にく、うるせえな。で、火薬に声かけて、火薬も、俺、声かけられたけど、俺断ったからってもう放送で言ってんもんな。もう、無差別に、こう、言ってるよね。そこそこのところには。だから、ゼロワンなんか、これ、だから逆に言えば、声かけられたんだったら一発食って振ってっちゃえばいいんだよ。ダメ？うん。あの程度の女なんていくらでもいるから。めんどくせえし。そんなにいい女ではないよ。そうそう、カラス、みんな配信ありきで来るから。さすが ED のサナさん、犬のり。俺は ED だろうがなんだろうがね、うん、こういう俺でもいいっていう人は中にはいるんじゃねえかなと思って。うん、いなかったらしゃあねえな。青汁の目的は閲覧を増やしたいのかな。そりゃ20〜30人の閲覧しかワッチで来ねえんだから、まあ少なくとも300とか400にしたいんじゃないの、誰かとコラボすることで。その増えれば収益も増えるっていう感覚なんじゃない。俺は人数で収益が増えるとは思ってないけどな。うん、そうじゃないんだよな、分かってないんだ。まあ閲覧が増えればな、いろんな人から注目されるから承認欲求っていうのはあるかもしんねえけど、うん、とにかくイベントに出てランキングが欲しい。うん、そのためにリスナーを煽ってるっていうイメージしかない。だからカチ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 やってんでしょ。あのカチ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 はそういうことよ。うん、ま、俺はなんだろうな、毎月スローに楽しめたらいいかなみたいな。もう一回は、一回っていうか、うん、たくさん収益はあったから、まあもう今更もういいやって感じ。カチカチイラってくる。だから俺日本野鳥の会って言ってんじゃん。うん、あ、バカなんだろうな、多分。あれが楽しいと思うリスナーがあそこにはいるんだろうなって。ビューカリー、おーす。アホだな。うん。
あの人、まあ、ブルーホワイトさんは自枠を開けてない時に俺に LINE を送ってきたことは一度もないからね。もう目的がそこなんだよ。で、俺が返信するとするじゃん。自枠で、ああ、うなちゃんから返信来た。既読になった。バカだろ。くったらね。キモい女。まあまあ、基本的には俺はもう気持ち悪いな、こいつって思った。うん。だってあの人、LINE さらしの常連だから。私こんなに、返信も来てるの。何言ってんの、返事してるだけじゃねえかよって。でしつけえよおめえよ。でそのしつけえよとかああじゃねえこうじゃねえ言ってるとこは絶対見せない。ゴミだねあんなの。まあ持ってあと1年ぐらいじゃねえの。どっかの男に食われて、ばらされて、パン粉じゃねえかで終わるよ。あとは、他の、配信者が、こいつちょれえなって思って、口説くところに行くパターンだな。